ストリートファイター V はカプコン及びディンプス開発による対戦型格闘ゲーム。略称はスト V。2014年12月7日にアメリカ向けカプコン公式サイトにて発表された。媒体はプレイステーション4とマイクロソフトウィンドウズ版のみ。これは前作のストリートファイター4がハードごとにコミュニティが分断されており大会を開く時のデメリットとなったことから コミュニティを一つにしていくという課題を設ける中で、コンソールと PC のクロスプラットフォーム体制に対応でき、協力もできるという答えをソニーコンピュータエンタテインメントがいち早く出したゆえのものである。ストーリー上の時系列は、前作のスト4同様、ストリートファイター2とストリートファイター3の間で、これまで初代ストリートファイターと ストスリーを除くシリーズの根幹をなしていた秘密結社、シャドルートの決着と、その点末が描かれている。開発発表による事前告知はなかったが、2014年12月6日未明には、YouTube のカプコン公式チャンネルにて本作品に関するトレーラー映像が流れて、数時間後に非公開となり、翌日7日に正式に公式発表された。その後のインタビューで、 プロデューサーの小野義則が先日の公開は PR チームの不手際だった旨を釈明した。本来、プレイ動画も同年12月14日開催のカプコンカップが初公開予定だったが、プレイ動画なしでは終わることはできないとの判断で急遽進行プログラムを変更しての PV 公開となった。開発コンセプトはリセット。スト2への原点回帰を目指した。 スト4が稼働して6年経過する中でとがったゲームになったものをリセットし、これまでのシリーズを遊んでくれていたプレイヤーが再び入ってこられるようなタイトルを目指すとのこと。本作品ではプレイして手に入るファイトマネーとプレイステーションネットワークカードなどのクレジットを投入して手に入るゼニーの2種類の賞金制度が導入される。 予定だったが、技術面の問題で、ゼニーは導入されず、1.04バージョン以降、プラシャンストアもしくはスティームで購入する形式に改められた。2018年1月17日、従来の版から無料アップデートする形でスタート。アーケードモード、チャレンジモードのエクストラバトル、二つ目の V トリガーとなる、V トリガー2が追加された。 2018年1月18日には上記アーケードエディションにシーズン1とシーズン2の追加キャラクター12人が使用可能になるキャラクターパスを同梱したパッケージ版が発売。さらにシーズン3のキャラクターパスを追加したアーケードエディションデラックスもダウンロード限定で発売された。2019年3月14日に主に日本のアミューズメントセンターに設置する 業務用版として稼働を開始した。発売は台頭。AE はアーケードの名は関してはいるものの、あくまでもアーケードゲーム的な要素を入れた家庭用ゲーム版であり、実際にアーケードで稼働する予定は不明とされていた。2018年9月、正式なリリースが発表。同年11月、業務用版の正式な名称と、 AE を移植するという形式となることが発表される。現段階では AE の追加キャラクターも含め全キャラクターが使用可能であり、筐体には USB 端子が搭載され、プレイヤーは自前のゲームパッドなどを接続して操作できる仕様になる予定。なお、筐体のシステムの都合上、ニーシキャックスライブにからの配信ではなく、独自のタイトルとして稼働する。ネスカ対応タイトルでは、 初のアミューズメント IC 対応タイトルとなり、対等のネスカの他にも、セガインタラクティブのエメ、バンダイガムコアミューズメントのバナパスポート、コナミアミューズメントの E、アミューズメントパスにも対応する。2019年11月18日に発表された、ストブイの最新バージョン。新システムとして2つ目の V スキルとなる、V スキル2が追加された。 本作の発売に伴い2019年11月19日に、スト V 所持者向けにシーズン4までに配信されたほぼ、すべての追加キャラクター、ステージ、コスチューム、BGM などのダウンロードコンテンツが収録された、アップグレードキットが配信。パッケージ版は2020年2月14日発売。スト V の旧バージョンを持っていなくてもプレイできるが、 上記の各種 DLC の利用にはネットに接続し、アップグレードキットを別途導入する必要がある。また、シーズン後において、さらなる新システムとして、V シフトが追加された。従来シリーズ同様に、8方向レバーと、弱、中、強のパンチキックに対応した6ボタンによる操作や、通常技キャンセル必殺技などの基本システム、弱 P 弱,弱軽動時押しによる、 投げと、投げ抜け、ダッシュ、スーパーキャンセル、EX 必殺技などのシステムは、前作、ストフーシリーズから継承されている。本作では、体力ゲージの他に、EX ゲージ、V ゲージ、スタンゲージというゲージがある。画面の最下段にあるゲージ。従来のシリーズのスーパーコンボゲージに相当する。ストリートファイターゼロのように3本分になっている。本作固有のゲージシステム。 キャラクターや選択した V トリガーによって2本、または3本とゲージの本数が異なる。V スキルを成功させる、相手の攻撃を受ける、後日のクラッシュカウンターを発生させることで溜まる。なお、ゲージはラウンドをまたいで持ち越すことはできず、そのラウンドでのゲージの蓄積量に関係なく次のラウンドでは例に戻る。特定の強攻撃や、 特殊技を相手にカウンターヒットさせると派手なエフェクトが発生し、のけぞり時間の延長や追撃可能な状態で浮くなど通常とは異なるやられ状態になり通常よりも大きくダメージを与えられる。キャラクターによってはしゃがみ強キックが対応している場合もあり、この時は受け身不可能なダウンを奪えるので置き攻めがしやすくなる。また、クラッシュカウンターの成立時は V ゲージが 大幅に上昇する。体力ゲージの下に配置されているゲージで、ダメージを受けることによって溜まっていき、最大値まで溜まるとスタンしてしまい無防備になる。一定時間攻撃を受けなければゲージは徐々に減っていく。スト3にあったものと同様のシステム。ただし、スト3では、スタンゲージが溜まってもコンボが途切れるまでは、気絶しなかったが、本作では、スト2や、スト4と同様に、 スタンゲージが溜まった時点で気絶ダウンする。必殺技をガードした際は従来通りわずかにダメージを受けるが、本作は中、今日の通常技をガードした際にも削りダメージが発生するようになった。通常技での削りダメージは必殺技での削りダメージとは区別されており、体力ゲージ上で白く表示され、徐々に回復していくが、 ダメージを受けた時点で、白ゲージ部分はすべて消滅し回復しなくなる。また今までと異なり、クリティカル圧以外で削り子はできなくなった。すべての体力ゲージが白色になった場合は、白色部分が削られるが、すべて削られきっても、通常技や必殺技はガードできる限りは子にならない。初期キャラクターは16人。その後、シーズンごとのアップデートで、 キャラクターが追加される。なお登場キャラクター内、スト4シリーズから続投しているキャラクターに関しては、担当声優も原則的にそのまま続投している。これまでのシリーズからイメージが大きく変わったキャラクターが多いが、プロデューサーの杉山孝一は、竜、春霊、ザンギエフは、シリーズのアイコンであり、シリーズファンが離れる恐れがあるためデザインを大きく変えなかったと語っている。 また、身長や体重といった体格設定においても大きく変更がなされたキャラクターが多い。メナトなどシーズン2以降のキャラクターの多くはベンガスがデザインしている。初期キャラクター追加キャラクター追加キャラクター追加。キャラクター追加キャラクター追加キャラクター。スト4シリーズ以前にプレイアブルキャラクターとして登場していたキャラクター。今作で、 プレイアブルキャラクターにはなっていないが、上記の各キャラクターのストーリーモードなどに登場している。ストーリーモードで登場する非戦闘キャラクターや CPU として戦うことになる敵キャラクター。過去作のプレイアブルキャラクターになっておらず、さらにはストーリーモードにも登場しない演出用のキャラクターたち。一部のステージは画面端で擦ると特殊な演出が発生する。また、 ゼネラルストーリーでは、ストーリーのシチュエーションに合わせたステージも登場する。さらに一部のステージは DLC を購入することで、別バージョンのステージに切り替えが可能。基本的に元のステージをベースに時間帯や、レイアウトなどが変化するのみだが、フィールド・オブ・フェイトのような例外も存在する。2017年の2月23日に、北米のラスベガスで行われた第20回、DEI。 CE アワード2016にて格闘ゲームの年間最優秀作品としてファイティングゲームオブザイヤーを受賞した。カプコンの他作品やありかのファイティング EX レイヤーなどとのコラボレーションコスチュームが配信されている。その多くは期間限定のエクストラバトルのクリア報酬として入手できる。イワシが浜日本女子プロレス放送局のタイトルで 2017年3月17日から8月25日まで YouTube で各週配信されたパーソナリティは井十嵐博美、広田優美、全12回。2018年7月17日にエンターライズ製造のパチスロ機種ストリートファイター V パチスロエディションが稼働開始。ありがとうございます。